うん。Hey guys. Hey guys. Hi, hey guys, えちゃん。えちゃん、hey guys. Hey guys. ありがとう、hey guys 言ってくれて。さて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 。はい。食べてます。食べてますね、コイルちゃん。すごい食べてますね。シュッシュッシュッシュ食べてますけども、今夜、19時からズワングランプリです。あ、そうだ忘れてました。忘れてましたほんまに忘れてました。そうだ今日19時からズワングランプリですよ。はいはいはい、そうです桂浜水族館またエントリーさせていただいておりますから。そうですそしてまたこの子なんですよ。そうですエントリーしてるのが前回この子しかいないんじゃないかと思ってますね。あ、すごい、頭ちぎった。頭だけ食べた今。すごい、自分で。お、すごいやん、それは。それはすごいやん。成長してますね、これも。成長してる。そっか、そうでした。そうなんですよ。前回盛り上がって。そう東京クールさんが。そうですいらっしゃってくれてますんで。コイル2冠なるかという。そう、ね、前回もね、グランプリを、この子獲得してます。そう前は、何だっけ、猛ダッシュする、そう、森田のおんちゃんの、そう猛ダッシュするアシカの赤ちゃんで、はい、グランプリを受賞しておりまして、はい、で今夜19時から放送される内容は人を踏み台にするアシカという変わった題名で、ヤブさんも出演しております。あ、そうですね、ヤブさんも出ております。そうでした、はい、どんな放送になるのか皆さん楽しみですけども、楽しみ。コイルちゃんは2冠がかかっております。2冠が、本当ですね。なので、皆さん今夜19時から TBS ですね、ズワングランプリ見ましょうで、テレビないよっていう方、ヒサポンみたいな方、ヒサポンみたいな方は TVer で配信しておりますんで、いい時代になりました。はい、そちらの方でも見ることができます。で今夜の放送分は、ズワン一緒に見ようの会は、申し訳ないですけども開催しません。はい、今夜は大事な用事が私ございますので、皆さん各自で楽しんでてください。はい、一体どういう放送になるのか非常に私も楽しみでございます。2冠なるかですね。ただ収録があれ結構前やったんで、そうですね、だ半袖ですからみんな、なんやったら海パンですからね。時期がすごい、その頃から比べると、コイルちゃんは今だいぶ大きくなってますから、今日放送されるコイルちゃんはちょっとちっちゃめのコイルちゃんになっております。今のコイルちゃんはもうお魚もうむしゃむしゃと思います。むしゃむしゃ、はい、一系だけ、そう、一系だけでしたからね。はい、そして、まあ、踏み台ということで我々はですね、セナワングランプリなるものを開催しておりまして、今、お魚をあげてるのがその王者です。王者、はい、最も踏み台にしやすい男です。はい、最も踏み台にしやすい男も今日見てくださいよ。王者も見ます。放送でちょっとその放送内容を見て、あ、この踏み台のレベルが高いのか低いのかっていうのをお家でジャッジしてくれる。あれがでも始まりですからね。そうですセナワンの始まりではありますが、始まったとといったところで、皆さん本日19時からの放送ぜひご覧ください。すごい、はい、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。じゃあライオンむちゃむちゃ食べてるやろ。あ、食わんか。食いちゃん食べてるのか。ありがとうございました。